土曜日のお昼12時から1時半まで「アイラブ土曜日」っていう番組があれ8年やってた生放送。それ私岡山もいっぱい飲み屋だけは知ってる。あの6人出ていただきました岡山舞踊少年合唱団の皆さん方もなんかあの揃ってるか揃ってないかわからないような踊りもすごい手作り感があってね。風邪もひかないように健康で頑張りましょうね。ありがとうございました。ご覧いただきましたように細い体に汗をいっぱいかいて熱唱いたしました山陽道の歌姫山口美里コンサートも in 岡山。大変残念ですけどもうこれでお別れになります。Thank you.
受けが